世界最高峰の卓球リーグ、ノジマ T リーグ2022-2023 シーズン、全日本卓球休み挟みまして、今日から男女ともリーグ再開ということになりました。この時間は男子の岡山リベッツ対 TT 埼玉のゲームの模様をお届けしてまいります。会場は岡山県倉敷市にございます福田公園体育館です。岡山リベッツのホームゲームということになります。この試合の解説、野田学園卓球部総監督の橋津文彦さんです。橋津さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況、岸根正智でお送りしてまいります。両チーム、現在、岡山が4位、TT 埼玉が3位という状況ではありますが、勝てば近づく、負けると厳しくなるというような状況でのゲームという形になりますが、橋津さん、このゲームどのようにご展望されてますでしょうか。そうですね、岡山有利かなと、はい、うん、はい、思うのですが、はい、どちらのチームも負けられない試合なので、そうなんですよね、はい、また後ほど順位表と、それからあの今日の、ね、オーダーをご覧いただこうとは思いますけれども、勝つとかなり近づくし、負けると本当に厳しくなるというような、まあ、男子は多分1位から4位までだいぶ混戦なので、どこのチームも同じような状況はおそらく今後続いていくんでしょうけれども、特にこの3位対4位の対決なので、やっぱりここは落とせないですよね。そうですね、はい、はい、さあまず TT 埼玉、今選手が入場してまいりました。上田仁がまず入ってまいりました。続きまして相田聡、今日はご覧の5選手が登録ということになっております。そして、松平健太、先日奥様が生まれたばかり、そして、五十嵐文也が今姿を見せてまいりました。最後に全日本大活躍の曽根翔、今日は5選手登録です。そして TT 埼玉、今シーズンからこの岸川監督が率いております。選手としても活躍しておりましたが、今シーズンからは監督としてこの TT 埼玉を率いる岸川誠也監督です。さあ一方、これから岡山リベッツホームの選手が姿を見せてまいります。岡山リベッツは今シーズン試合はこの試合は6選手登録ということになりました。まずもう大車輪の活躍、ハオシュアイ、続きましてインターハイも戻りました谷垣優馬ですね。去年のインターハイの優勝ですが、谷垣優馬が入ってまいりました。続きまして田添響が今姿を見せてまいりました。倉敷市のお子さんと共にですね、今入場してきています。そしてオリンピックメダリスト丹羽孝希、今シーズン少し苦しんでおりますが、なんとか打開していきたいところでしょう。丹羽孝希が入ってまいりました。そして全日本男子ダブルス優勝、森薗政隆です。ダブルスではまあもう本当に第一人者、岡山リベッツファーストシーズンから引っ張っています。そして若手小野寺翔平も今姿を見せてまいりました。岡山リベッツファーストシーズンから率いますのはこの白髪浩介監督です。白髪監督、今シーズンもこの岡山リベッツを率いてということになります。6選手の登録ということになっているこのシーズンで、この試合の岡山リベッツです。さあそれではマッチレギュレーションをご紹介していきましょう。マッチレギュレーションファーストシーズンから変わっておりません。第1マッチがダブルス3ゲーム、第2マッチから第4マッチまではシングルス5ゲーム、第3マッチ終了段階で3対0になっていましても、第4マッチまでは必ず行われます。第4マッチ終了段階でマッチカウント2対2の場合はビクトリーマッチ、シングルス1ゲームが行われるということになっております。勝ち点はご覧のようになっております。 4-0 で勝った場合は勝ち点4、それ以外の勝利が勝ち点3、ビクトリーマッチでまで行ってビクトリーマッチで敗れた場合は勝ち点1が与えられます。それ以外の敗戦は勝ち点はありません。さあそして現在の順位表、ご覧のように勝ち点だけ見ますと琉球アスティーダ抜けてるんですが、琉球アスティーダは木下マイスター TT 埼玉より1ゲーム多く、岡山リベッツでは2ゲーム多く紹介しております。一方2位の3位、2位と3位ご覧のような勝ち点差になっておりますけれども、岡山リベッツはこの2位3位よりも1ゲーム少ないということになっておりますので、ちょっとこの辺りどうかというところですね。そして岡山リベッツのこのところの5ゲームの結果をご覧いただいておりますが、ちょっと3連敗中で
橋さん、ちょっとポイント今取れてないところがちょっと痛いところですよね。そうですね、前回1月9日の試合、はい、シンフォニーホールで行った試合ですけど、あの試合は勝ちたかったですね。そうですね、白川監督もあれ落としたのはちょっと痛かったということを9年前お話されていましたけれども、あれは勝ちたかったゲームだったかもしれません。一方の TT 埼玉もご覧のような形で、こちらもちょっとストレート負けに試合連続続いているんですよね、これね。そうですね、あの前回の琉球の04の試合は、吉村、真春、張本2人がいない状況での04負けだったので、そうだったんですよね、はい、ここも厳しいですね。福田公園体育館から岡山リベッツ対 TT 埼玉野島 T リーグ2022-2023男子のゲームをお届けしております。今日のゲームご覧のようなマッチアップということになりましたが、第1マッチが新、ダブルス田添響森園正孝対上田陣五十嵐文也、第2マッチからはシングルス丹羽幸喜対曽根翔、第3マッチが羽生周愛対松平健太、第4マッチが森園正孝対相田聡というゲームになっております。この試合解説野田学園卓球武装監督橋爪子さんです。いやー、このマッチアップ今ご覧いただきましたが、このマッチアップ見るとちょっとワクワクするような対戦カードですね、今日ね。そうですね、はい、やっぱりちょっと岡山の方に分があるのかなと思うのですが、やっぱり曽根選手も非常に力をつけてきてますし、前回羽生試合と松平健太、はい、松平健太が勝ってるんですね。そうなんですよね、はい、はい、なので本当にこう面白い戦いが見れるんじゃないかなと思ってます。さあ、第一マッチ主審が松浦はじめさん、副審が藤井進さんでダブルスが行われます。さあ、第一マッチダブルス森園田添響組、今シーズンはこの両、選手組んでここまで3勝1敗ということになっております。森園正孝は全日本卓球ダブルス男子ダブルス張本智和と組んで優勝ということになっております。 TT 埼玉上田仁と五十嵐組屋のマッチアップになりましたが、この2人は今シーズンはここまで2勝5敗という成績になっております。たとえ森園組対上田五十嵐組の対戦は今シーズン一度ありました。10月の岡山でのゲームでしたが、この時は、ゲームカウント2対0で岡山リベッツの田添森園組が勝利を収めているということになっております。まあ、もう森園は全日本取りましたので、ダブルスでも絶好調ですね、これ今ね。そうですね、ダブルスに関しましてはもう本当、日本で彼が一番上手いじゃないですか。そうでしょうね、もう世界のところまで行っても指折りの選手と言ってもいいかもしれませんもんね。そうですね、本当にダブルスが上手い上に、はい、パートナーの力まで引き出す、そうなんですよね、はい、そういう能力を持ってますね、はい、上田選手は。もともとこれ岡山リベッツに上田陣がね、サードシーズンまで行ったんですけれども、その時は上田は森園組で、一時期はもう T リーグ席巻していることがありましたので、もうお互いもう手の内は分かっているので、はいはい、上田選手も試合前にもう戦術とかそういうもんじゃなくて、もう声出して気持ちを前面に出して今日は勝ちに行くと、はいはい、そういうコメントをしていました、はい、その気持ちがどちらが出るか、まあ、森園はもうとにかく気持ちが前面に出るプレーというのも一つ持ち味です。さあ、ゲームが始まります。森園のサービスからです。まずは埼玉ポイントです。2本目ネット越えません。連続サービス、連続ポイントになりました TT 埼玉です。埼玉としましてはやっぱり森園のこの チキータをどう振りていくか、はいはい、あと右ペアと右左ペア、やっぱりここどうしてもラリーになると不利になってしまうので、はいはい、もう先手をとにかく取っていきたい
はいはい、そこが埼玉の狙いだと思います。これはオーバーしました。これで 3-1 になりまして、サービスが今度は数え響きに変わります。のチキータも良かったんですけどね、もう待ってましたね。そうですね、はい、サービス2本目田添響です。オーバー、ポイントは3オールになります。これで3オールになりまして、ポイント6ポイントずつになりますとパオタイムということになります。続きましてサービスは五十嵐に変わります。受けるのが森園ですね。ネットにかかっていましたので、サービスは五十嵐のサーブを森園がちょっと苦手としてるんですね。あー、なるほどね、はい。超えていきませんでした。ポイントは PG 埼玉です。ご覧ください。苦手としてるところのはどういうところがあるんでしょうかね。これこう五十嵐選手の回転量あってこう弾道がちょっと森友選手がチキータミスを前の試合、はい、してたっていうのはちょっと聞いてたので、はいはいはい、ここはしっかりレシーブしていきまして、今ポイントになっていまして、ポイント4オール。そして森園のサービスです。受けるのは今度は上田陣です。ネットにかかって相手のコートに入っていきましたので、サービスはやり直しになります。4オール。チキータどんどん狙っていきたいですね。そうです。右ペアだともう重なることがないので、レシーブでチキータで入る際に、はい、ネット越えていきません。ポイントは TT 埼玉です。森園が少しサービス今ここまで今3本目だったんですが、ポイント全部相手に取られています。これも超えていきません。いいですね、埼玉ペア。はい、さあ今度は上田陣のサービスです。オーバーしてしまいました。上田選手もサーブをダブルするとき全部バックサーブに切り替えて、はい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 、相手には回転は分かりやすいんですけど、返ってくるコースを断定しやすい、はい、そういう意味で非常にいいと思います。これは横に来てしまいました。ポイントは岡山ディベスです。まあ、返したような感じですかね。その上田がちょっと打ちたくなっているように見えましたが、やっぱりこうちょっと一瞬重なってしまうと、はいはいはい、そこがもうボンミスの、はい、原因になりますので、やっぱりこう同じところに2度3度、はい、さあ田添のサービスです。受けるのは今度は五十嵐。オーバー。 5-8 になります。もう2本目になりますが、次はどうでしょうか。田添サービスです。2本目 5-8 になっています。ミドルに行きまして、よく返しました。森園です。ご覧ください。これよく返しましたね。これね、そうですね、フォアサイド行ってもバックサイド行っても、はい、はい、もちろん森園選手チキータもうまいんですけど、チキータ処理も非常にうまいですね。あ、はい、五十嵐がチキータ出させないようなサービス出してきましたが、しっかり対応してきた森園です。
追いついてきました。もう今ちょっとサーブが甘くなったところ見逃さないですね。はい、はい、さすがですね。はい、あ、2本目セブンエイトまで来ています。あ、読んでましたね、モルドの見事です。エイトオールまで来ました。さあ森園のサービスに変わります。ネット越えません。森園ポイントになります。逆転9-8。森園が乗ってくるとポイントを重ねるというような形になってきてますね、これね。そうですね、はい。森園マスタカサービス2本目、全日本男子ダブルスチャンピオンです。ネット越えないサービスミスになってしまいました。珍しいですね。珍しいですね。はい、はいはい、あ、でもあのやっぱりこう後半になるとやっぱり緊張してちょっとラケットを持つ手がこう少し震えるとか、あ、はい、やっぱりあのメンタル競技なので、うん、わずかなところですよね、はい、ここはしっかりと少し時間をかけて2人で話し合をして気持ちを落ち着かせているところでしょうか。上田のサービスです。オーバー、上田陣のポイントになりまして、これで TT 埼玉ゲームポイントです。2本目受けるのは田添響です。あー、超えていきませんでした。ポイントは埼玉。第1ゲーム埼玉が取りました。11-9。思い切りましたね、はい、選手、はい、まず TT 埼玉上田五十嵐組が第1ゲームを取りました。あのやっぱり上田素晴らしいペア、はい、こう右右で、ちょっと右左よりかは不利になるんですけど、やっぱりこの2人ダブルス起用のみなの で、はいはい、ずっとダブルスの練習してるんですよね、はい、そういう意味では、こう他のこう組み合わせがいろいろ他のチームが変わったりする中で、はい、ダブルスに専念してるだけはあるなという、はい、そういうコンビネーションを感じます。はい、上田陣は今シーズンはもうシングルスは1試合しか出ておりません。あとは全部ダブルス。五十嵐もダブルス11試合のみ、シングルスは全く起用されていないというここまでの両選手の成績ということになっております。で、埼玉は年末私も自分のところの選手を連れて練習に行ったんですけど、あ、はいはい、本当毎日合同練習やってるので、はい、その時もこの2人ダブルの練習をかなりやってましたので、はいはいはい、やっぱり練習の賜物ですね。五十嵐のサービス受けるのは田添響。ネットを越えてきました。回転変わりました。ご覧ください。ちょっとネットインだったんですね、今ね。ちょっと変わったようです。2本目これはオーバー、ポイントは岡山リベッツです。ワンオール。今度は岡山リベッツサービス変わります。田添のサービス受けるのは上田です。追いつきましたが届きませんでした。上田選手も全部バックでレシーブ入ってますね。あ、力
キータすると見せかけてストップする、はいはい、このちょっと雰囲気を出すのが非常に重要なんですよね。ネット越えません。今度は岡山リベッツです。まあ、あの上田選手も非常に台上の技術は得意なので、はい、今もチキータもちょっとこう首を逆モーションで出したり、うん、はい、素晴らしいと思います。はい、相手の逆つきました。五十嵐見事、これで 3-2。交互にポイントを上げている展開になっています。第2ゲームです。ネットイン、わあ、最後は結局オーバーしました。スリーオールになりました。今度は森園のサービスに変わります。ついていきました。岡山が先に連続ポイントで今勝ち越しです。相手の逆に見事でした。この上田本当この台上技術、あの、はい、あのうちの生徒にも教えてほしいです、はいはい、素晴らしいです。もう派手さはないんですけどね、はい、そうですね、上田選手、うん、本当に、ですからオーバーポイントはトイッティ埼玉です。埼玉連続ポイントで 5-4 で、ここでタイムアウトですね。岡山リベッツタイムアウトをまずここで取りました。このタイムアウトはどう考えますか。まあ、そんなに戦術的なものではなくて、やっぱりもうちょっとしたわずかなところでやっぱり岡山ペアボールミスが、はい、ちょっと出ているので、はいはい、まあ、ちょっと流れを変えるため、はい、福田公園体育館もう館内、声出し声援が OK になりまして、野島 T リーグもご覧のようにものすごい声が飛んでおります。本当岡山のファンは温かいですよね。温かいですね、本当にもう、はい、久々にこの声出し声援を今聞いておりますけれども、いや岡山のファンの方本当にもう温かいファンの方が本当に多くて、非常にこの声援が岡山リベッツの選手は力になっているというのは以前お話しされていましたけれども、やっぱり近いになっているような、そんな印象を受けるような今声援が飛んでおりました。五十嵐2本目、ファイト、ネットオーバーしましたね今、はい、だからサービスミスになりました。サービスですね、はい、5オールです。タズヘビキのサービスに変わります。これは見事、森園今のプレーです。もう台の中に入ってますからね。そうですね、はい、はい、6-5サービス2本目、田添響です。上田が受けます。いや、これは見事7-5になります。田添選手のバックハンドもすごい速さですからね、はい、上田
対応しきれませんでした。上田のサービスに変わります。サービス2本受けるのは今度は森園正隆です。レッド5ネットに当たってオーバーしました。相手のコートに入りましたのでサービスはやり直しです。5-7これは見事に五十嵐です。数えのミドルに持ち込んでいきました。これで 7-6 になります。まあ、五十嵐選手がこう思い切って攻めていくとやっぱり体非常に大きいので、うん、パワーありますので、うんうん、まあ、ここが勝負のポイントになってくるのかなと。追いつきました埼玉です。今これ森園がうまく返したんですよね、ここね。まあ、返すのが一回だったのかもしれませんね。ただね、はい、ちょっと今アップ系のサーブでしたね、少し。なるほどね、はい、はいはい、今までずっと下回転出し続けてたので。さあ森園のサービスに変わります。セブンオール上田よく対応しました。ネットからオーバー、8-7です。流れがどっちという感じになってないですよね。そうですね、うん、やっぱりお互いにこううまく流れに乗れないというまま感じですよね、はいはい。さあ森園2本目これは見事に例えです。この1本大きいかもしれません。ご覧いただきましょう。これ、まあ、レシーブちょっと甘くなりましたね。はい、そこは見逃しませんでした。さあ 9-7 になりまして、今度は五十嵐のサービス2本です。五十嵐受けたいところ、五十嵐決めたいところですが、どうでしょうか。ミスボールになったようですが、ポイントは岡山リベッツ7-10、ゲームポイントです。サービス五十嵐の2本目です。台上展開オーバー、岡山リベッツが取りました。第2ゲームです。11-7。たとえがちょうどその9ポイント目取った時のやっぱり相手のちょっとミスのところを見逃さずに打ち込んだのがこのゲームはポイントになったでしょうかね。そうですね、はい、それとタイムアウト明け、タイムアウト明け、はいはいはい、そこから流れが、はい、良かったですね。なるほど、はいはい、そこまでなんかお互いちょっとボンミスをしたり珍しくサーブミスをしたりとか、はい、そういうのがあったんですけど、はいはい、こう2人の集中力が合わさった、うん、はい、そんな印象を受けます、はい、さあこれで、ゲームカウントは1-1になりまして、これから第3ゲームへと移っていくということになります。ご覧のように館内声出し応援が大きくなりまして、本当に大きな声援が飛んでおります。岡山リベッツ全日本男子ダブルスチャンピオンの森園正隆、この時は張本智和と組んでのチャンピオンということに今年になりました。まあ、全日本の時も苦しい試合を乗り切りましたからね。ね、はい、本当にダブルス第一人者のこの森園、今日は田添と組んでのゲームになっています。田添のサービスからです。やり直しです。最終マッチ6ホールからのゲームということになっております。
よく対応する岡山の2人、最後は決めていきました。まずは岡山リベットポイントです。ご覧ください。そうですね、バックサイドで2人がこう重なり合うとやっぱり難しいですね。やっぱり大きな五十嵐選手右利きと組んでる上田選手って結構大変だと思うんですよね、はい、今度はネット越えません。8-6になりました。ここで埼玉がタイムアウトを今取りました。まあ、これちょっと流れ変えたいですね、これね。そうですね、もう本当の短期決戦なので、はいはい、もう思い切って攻めるしかないですね、はい。まあ、上田選手も、ね、もう声出して気持ち出して、はい、もう先日産むんじゃなくて、はいはい、気持ちで戦おうと力強いコメントしましたので、はいはい、期待して見ていきたいですね、はい。一方の岡山リベッツのこの森薗正孝、そして田添響の2人で今は8-6でリードということになっておりますが、川内選手がアドバイスしますね。かなり入ってきてますね今ね。川内がこうやってアドバイスを送るシーンというのはあまりちょっと今まであまりなかったので、ちょっと、うん、そのぐらいこのダブルスの1試合、今日の1試合大きいというのはやっぱり、はい、やっぱチーム全体でやっぱり共有してるんですよね、認識をね。そうですね、うん、はい、やっぱりもうここダブルス取った方が絶対的に有利なので、いいですからね、はい。さあゲームが再開です。五十嵐のサービスからです。 6-8。サービスちょっと変えてきましたね、と超えていきませんでした。 7-8。本当に今上田選手も詰まってたんですけどね、はいはい、体に近い位置、本当にうまくこうボディーワークで、はい、こう懐を作りながら、うん、はい、打ちましたね。五十嵐のサービス2本目になります。これは見事上田が効きました、森薗です。これで 7-9。やっぱり逆回転出すとクロスに行きやすいんですけどね、今森薗選手本当うまくストレートに持ってきたので、はい、うん、上田選手も待ててなかったですね。待ってなかったですね、はい、はい、9-7。森薗のサービス受けるのは今度は上田です。あ、見事たぞえ、これでマッチポイントです。田添響、森薗正孝組、マッチポイントを迎えています。少しここは時間をかけます。森薗のサービス2本目です。これ見事に決めていきました、岡山リベッツ。森薗正孝、田添響組、第3ゲーム11-7。ゲームカウントは2-1で岡山リベッツ、田添響、森薗正孝組がダブルスは取っています。森薗選手そんなに調子は良くはなかったのですが、田添選手がしっかり決めましたね。これ見事でしたね、最後ね、田添が最後決め切って、ご覧ください、ここですね。そうですね、本当森薗選手決して調子良くなかったんですけど、ゲームを展開を作って、はい、田添がパワードライブを決めるという、はい、非常にいい、お互いの仕事、はい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 、良かったと思います、はい。岡山リベッツがダブルスはまず取りましたということになりました。やっぱダブルス取るとだいぶ流れ変わってきますが、この後どうなってくるか、
第2マッチがこれから始まります。第2マッチ2は後期対曽根翔のゲームということになります。まあ今日女子が同時に行われているんですが、早田ひながダブルスで出てきたんですけども、早田ひながダブルスを落とすということがありましたからね。全日本3冠なんですけれども、そうですね、分からないですね、分からないですよね。シングルス取って混合ダブルス取って女子のダブルスも取ってる早田ひながダブルスを落とすんですから、分からないもんですから、これはもう、まあ、その情報が本当に入ったかどうか分からないですけど、やっぱプレッシャーはあったでしょうね、これね。そうですね、ちょっと本当よくな調子は良くなかったと思うんですよね、はい、この試合は。さあ第2マッチ、福祉で主審が藤井進さん、副審奥田亮太郎さんでゲームは行われます。まあちょっと森戸のね、そういう確かにちょっと動きもいつもよりもちょっと硬さはあるなというような感じは確かにありましたからね。まあでもその分やっぱり加藤選手はいいプレーを、はい、連続してしてましたね。そうですね、さあ戸島 T リーグのゲーム、これから第2マッチのシングルスが始まります。岡山リベッツは丹羽幸樹、東京オリンピックの男子団体メダリスト、そして TT 埼玉が曽根翔ということになります。曽根翔は全日本卓球準決勝まで今回勝ち上がるということで、準決勝で張本に敗れるということでしたが、もう大活躍だった曽根翔です。張本の試合も1ゲーム目取って2ゲーム目も、はい、押してたんです、押してましたね、はいはい。いや、曽根選手強いですよ、本当に今力つけてますね、力つけてますね。その曽根のサービスからゲームが始まります。1本目からロングサーブいきましたね。そうですね、はい、庭が対応しきれませんでした。2本目これネット越えませんね。これでワンゴールになります。続いて庭のサービスです。これは攻めのポイントになります。ワンツー。丹羽幸樹は今シーズンかなり不調でして、野島 T リーグ今シーズンはシングルスなんと2勝6敗です。岡山がこうやっぱりうまく勝ちきれてないのって、ハオシュウアイ選手とダブルスは勝ててるんですけど、それ以外のシングルが、6勝しかできてないですね。そうなんですね、ハオシュウアイが今シーズンここまでシングルス13勝してるんですが、それ以外は6つしか取れてない。まあその一つのポイントがおそらくこの庭の不調ではないかなとは思うんですけれども、そうですね、はい、やっぱりなかなか調子にうまく乗れてないですね。そうですよね、はい、オーバーしました。ここは庭のポイントになります。気がつけば庭のペースというのが庭の勝ちパターンなんですが、そういったゲームがあんまないですもんね。そうですね、5-3 まで来ています。この2人の対戦もあまりないので、はい、おそらくないです、野島 T リーグでは対戦はありません。全日本卓球でも対戦歴はないので、この調べる限りはちょっと見つかっていませんので、初めて初見で曽根選手のチキータ、はい、これすごい速さなので、はいはい、なかなかそこに対応するのは難しいんじゃないかなと思うんですけど、オーバー。庭ならやってくれるんじゃないかという期待も、はい、ある中で、ただもう3-8まで来ています。ものすごく早いです。庭はまあ早いのはね、もうおなじみなんですが、曽根が早いですね今日ね、これね、はい、ゲームですね。この曽根の成長というのはどのようにご覧になってますか。やっぱり去年は全日本も、はい、確かコロナで
出場できてなかったんですけど、そうですね、愛工大名人で出したけどね、はい、はい、愛工大ですね、はい、はい、でも去年もし出てたら僕勝ち上がってると思うんですよ。あ、はい、やっぱり今年の全日本もかなり若手が勝ち上がってるので、全日本もベスト8が平均年齢が20歳とか、はい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 、そのぐらいでしたからね、うん、最後はミドルに直接打ち抜いて一気に経験してしまいました。第1ゲームあっという間に終わりました。11対5で曽根が取っています。これ今何分で終わりましたかね。第1ゲームものすごい速さで終わりましたが、やっぱりこうレシーブから曽根選手のチキータ一撃で狙っていくので、はいはいはい、はい、そこに対応するのが、はい、うん、難しいですね、やっぱり、はいはい、やっぱり1本目から曽根選手もロングサーブ見せているので、はい、簡単に三輪選手もこう台の中チキータとか狙えなくなってしまっているので、はい、1本目のロングサーブ本当に三輪選手の足を止めましたね、はいはい。丹羽幸喜が今小野寺からも少しアドバイスを受けてましたが、小野寺は全日本卓球でこのソネット対戦して、まあ5回戦で対戦して、この時はソネが4対1で勝ってるんですけれども、まあ最近対戦成績があったというところでもあるんでしょうか、ちょっと話を聞いていましたが、ネット越えません。まずソネのポイントになります。ラブワンサービス2本目です。丹羽幸喜ラブ2、さあ今度は攻めのサービスになります。この変化、うん、ネット越えません。これミドル打ってもそれしっかり対応してますもんね今ね。そうですね、うん、オーバー、ラブフォー、フォーラブになります。隙がないですね。ないですね、はい、2は1本目、うーん、はい、5連続ポイント、6連続ポイント。第2ゲームはまだ始まって2分少々なんですが、ものすごい速さで6連続ポイントまで来ています曽根です。オーバーして、ここで2番のポイントになります。まあ、もともと丹羽選手ってこうやりながらこう相手が崩れるのを待ったり、はいはい、戦術をこう頭の中で整理し始めたりっていう、はい、ちょっとスロースターターではあるんですけど、それ以上に曽根選手のチキータ、うん、あとバックドライブ、うんうんうん、ここの威力に押されてますね、はい、しかしこれで今2連続ポイントでこれで3-7になりました。サーブをハイトスにしたりね。そうですね、ちょっと変えてますね、はい、使ったり、まあこうまだ探してる状態ですね。あ、なるほど、はい、まあ、1ポールになりました。今それがすみませんと言っていましたが、完全にコースは逆をついていました。 8-3、ネット越えません。 9-3、 今のカットブロックもすごかったんですけど ね、はいはいはい、今のね、はい、まあ、それもしっかり対応しています曽根です。普通あれで終わるんですけどね、うん、あ、ここは見事です。丹羽幸喜
2本目ネット越えません。これで2話連続ポイントになりまして 5-9 になりました。今の2ポイント目からはお互いサービスをキープするという形にここはなっています。ではこれは見事な2話かける相手のミドルに打ち込んでいきました。これで2話が3連続ポイントです。そうですね、です積極的に、はい、チキータ入っていきたいですね、三輪選手も、まあ、1ゲーム目も2ゲーム目もロン1本目にロングサーブ出して、はい、ちょっと足を止められてるので。なるほど、超えない。でやっぱりこう足止められてる分ストップから入って、そのストップを三輪選手が台上でバックハンドで狙っていくっていう、はい、やっぱりほとんどの展開を曽根選手が先手を取ってますね、はい、最後も一気に庭が曽根が一気にこの後ですが打ち込んでいきまして11対6で取りました曽根です。やっぱり丹羽選手ももう本当こう探してると思うんですよ。 どこにこう弱点があるのか、はい、自分が得点できる展開があるのか、でまあ、サーブとかもいろいろこういろんなサーブを出してみたり、立つ位置を変えたり、はい、サーブを横に出したりバックサーブに変えたり、はい、でトスの高さをハイトスに変えてみたり、まあまあいろんなことをやってるんですけど、まだ見つけ出せてないような、それ以上に曽根選手の、チキータ、両ハンドのパワー、先手をほとんど曽根選手が取ってますんで、はい、三輪選手もここ様子を見るんじゃなくて、はい、最初から自分から1本目から、はい、攻めていってほしいですね。なるほどね、はいはい、そこで流れを変えていくと、はい、曽根選手もやっぱりちょっと崩れる時があるので、うん、はい、先手を取っていきたいと思います。はい、曽根のサービスからです。オーバーポイントは2枠奥です。ラブ1、2本目オーバーポイントは2枠奥です。さあ続いてサービス2本。この試合初めてリードしましたね。そうですね、はい、これは見事です。打って打っていきました。少しやっぱりこれちょっと第3ゲーム立ち上がり変わってますかね。そうですね、やっぱりもう先に攻めないと、うん、はい、もうやられると、はいはい、そういう感覚はあると思います。はい、それが見事に対応しまして、ポイント 3-1 で今度はそれのサービス2本、まず1本目です。早い展開でミドルに打ち込んでネット、ポイントは2枠奥。そうですね、先手取れてますね。うん、2本目です。ネット越えない。ポイントは曽根です。さあリードしています。おかげで三浦航空選手、このメンバーに行きましょう。第3ゲーム曽根かける全日本卓球準決勝まで今年は勝ち上がりました。サービスは丹羽。丹羽は全日本卓球は今年は5回戦ですが、2戦目で敗れるという形になっています。さあただ丹羽が少しずつですがペースをつかみつつあるようで、ポイント 5-2、 サービス2本目。ネットに触れていました。やり直しです。オーバー、三輪が連続ポイントで 6-2 まで来ました。まあ、橋さんのおっしゃる通り、やっぱりこれ早い段階からしっかり攻めていくことがやっぱ大事ということなんでしょうね、これね。そうですね、三輪選手、うん、やっぱりこうなんていうんだろう、こうやりながら考えていきたいと思うんですよ。
ラリーを しながら、試合をしながら、こうどこに持っていけばいいのかなとか、はいはい、どこが弱いのかなと、ミスするのかなとかってやってるんですけど、その今そのやっぱりもう試合展開が早くなってきてるんで、みんな、はい、その辺もなんかこうなかなかこう調子に乗っていけない、なるほど、はい、三輪選手が苦戦している理由の一つなんじゃないかなと、はい、もっと最初からこう明確に、はいはい、こうやって自分から攻めていくんだとか、はいはい、待たないで、はい、いくことが、はい、こう今の卓球においてはっていうことですね。そうですね、はいはい、さあ4-8ソネオーバー、ポイントはソネです。ソネとしてはちょっと2話ペースになっているところは、ここはでも踏ん張りが必要なところです。ネット越えない、ここで6-8まで来ました、連続ポイントです。ただ2話の5ポイント目からは今両選手ともサービスをキープしている流れになっていまして、今6-8まで来ました。今度は2話のサービスが2本です。基本的には2番もこのソネのミドルは狙っているのはなんか分かるのは分かるんですけども、さあこれ初めて、これ久しぶりに相手のサービスを取りましたソネです。さあそのソネ2本続きます。まず1本目オーバー、さあソネが連続ポイントで 8-9 まで来ました。これは大事なポイントになります。ネット越えません。2枠ここは取ります。8-10、そしてゲームポイントを迎えました。2枠もチキータ入れてますね、はい、はい、1ゲーム目、2ゲーム目両方ソネがロングサーブから入ってるんですよね、はい、で3ゲーム目もそうするのかなと思ったらほとんど短いサーブから入って、オーバータイムアウト岡山、あ、ここはタイムアウト取りました岡山リベッツです。ちょっと今のはもったいないですよね、今のね。そうですね、はい、まあ、このゲームなんとしてもオーバーしかない。そうですよね、この流れどちらかというとソネがというよりも庭の流れで来てますね。ここやっぱ取りたいですもんね。取らないとまあもう終わっちゃうというのもあるんですけれども、はいはいはい、さあ一方のソネかける第1ゲーム第2ゲームとあっという間に決めてしまいまして、第3ゲームここは少し庭ペースになっていますが追いつきました。追いつくところまで来ているという形で今あと1ポイント差10-9というところになっています。ここは白川監督、それから谷垣ですね、今ね谷垣と2人がかなり声をかけていました、はい、谷垣も曽根に全日本で対戦して、4回戦に対する4-3ですね、4-3ですね、はい、谷垣敗れると大激戦でしたね、大激戦だったんですねこの試合ね、はい、いうゲームがありました。さあ2本目ゲームポイント庭幸喜、まあ、最後は決めました庭幸喜です。タイムアウト後すぐに決めました庭幸喜、第3ゲームは庭が取りました。11-9です。はい、珍しくガッツポーズも出ました、はい、ソネ選手が、もう本当にショートサーブ、はい、台の中から全部入ってロングサーブから入らなかったんですね。でそこをやっぱりこう1本目ロングサーブ出されると結構こう足が止まってフォア前とか、チキータとか入れなくなるんですよね。それで
1、2ゲーム目、ソネス選手がもう一方的に攻め切った、はいはい、そういう試合だったんですけど、ソネス選手今度3ゲーム目ショートサーブとかフォア前とかもう短いの展開からばかりで、はいはい、そうなるとやっぱり丹羽選手もやっぱり台の中の器用さとか、はいはい、テクニック、はい、そういう部分ではやっぱりその選手を上回っているので、うん、やっぱりこの3ゲーム目はかなり丹羽選手が先手を取って攻めた、はい、そんな印象を受けますよね、はいはい、さあ第4ゲームに移っていきますが、これ第4ゲーム曽根はもうやっぱり戻すというか短めにはあまり持っていかない方がいいんでしょうかね。そうなると、そうですね、まあ、こうやってチキータで得点ができるので多分もう台の中どんどんバックで回っていって、はい、 はい、あと長いサーブを混ぜながら、はい、ワンボール、やっぱり細かな展開になるとやっぱり丹羽選手の方が、うん、はい、勝っている部分がやっぱりかなりありますので、はい、丹羽が乗りつつあるかなという感じなんですが、本当に調子のいい時はもうこうなると手が止めつけられなかったんですけれども、今日のゲームはどうでしょうか。どうです、ソネが追いつきました。丹羽のサービス2本、1本目今のポイントで3-2になります。ここはサービス2本キープできるかどうか。今2本目丹羽がだいぶ離れていますがよく対応します。しかし最後はソネのポイントになります。3-4、今度は曽根かけるのサービスです。1本目オーバー、丹羽のポイントです。超えないフォールです。先ほどその丹羽がやっぱりちょっと速い卓球に全体的になってきているところにみんななってきているというところがちょっと丹羽が苦戦している理由じゃないかというお話が橋本さんからあったんですけれども、今年のその全日本の卓球も割と、ね、若手の選手が上の方まですぐ上がってくるという形だったんですけども、その若手の台頭の理由もやっぱりそういったところに考えてらっしゃるところがありますか。そうですね、はい、もううまく世代交代日本は全体的にできていると思うので、うん、はいはい、まあ、そういう中でこう、ね、丹羽選手とか、うん、やっぱりこう試合を見ちゃうんですよね、自分がやりながら。なるほど、なるほど、はい、はい、やっぱり今の卓球ってやっぱり速いし、うん、やっぱりもうパワーある選手が多いので、うん、はいはい、そういう中でこう見てたら、うん、もうなかなかこう流れをつかめないまま、うん、はい、負けてしまうので、3ゲーム目から丹羽選手、はい、積極的に攻めてる展開が多いですからね。そうですよね、はいはい、それで8-4まで来ました、はい、ですからやっぱりその、まあ、曽根もこのように、まあ、今日も特に序盤特に早かったんですけれども、はい、早い流れで打つ、それから、まあ、優勝しました。今シーズンちょっと T リーグ参戦してませんけれども、戸上もやっぱり早い選手ですよね、はい、このラリーは丹羽です。9本まで来ました。リベツも吉山選手とか、はい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 、谷垣選手とか若い選手、うん、いるん
ですけど、あんまりちょっと起用の回数が少ないのかなと、うん、そうですね、もっともっとこう若手起用してた方がいいような気が、まあまあ私個人的な感覚なんですけど、はい、さあ曽根かける、ここは落ち着いていたいところです。5-9 2本目サービス変化しましたが最後オーバー。さあ三輪ペースになりつつはあります。やっぱり先に攻められると、はい、うん、曽根選手もやっぱり自分のいいところを出せないまま、はい、見事には最後は決めていきました。最後は三輪ペースになりました。11対6で第2ゲーム、第4ゲーム三輪が取りました。これでゲームカウント2-2です。もう本当にあの3ゲーム目の1本目、そこをやっぱり1ゲーム目も2ゲーム目も1本目ロングサーブで三輪の足を止めて、前半にチキータでノータッチ取って、でこう自分のペースを作ったんですけど、3ゲーム目から曽根選手がもうショートサーブ中心で、はい、あの台の中から小さい展開から始めようとするんですけど、そこから流れが一気に変わりましたね。そうですね、はい、はい、まあ、でも、曽根選手もあのなんていうんだろう、ビビらない、はい、緊張しないんですよこの選手。あ、そうですね、はい、あの本人に聞いたわけじゃないから分かんないんですけど、まあ、ゲーム見てるとそういう印象ありますよね、はいはい、なので、うん、選手としてはこの流れに乗って先手を取って自分から攻めていきたい、うん、様子を見ないで、はいはい、1本目から攻めていってほしいですね。さあ庭幸喜第5ゲームまで来るのは今シーズンこれが2回目。前回は10月の琉球の有信戦だったんですが、その時は落としてます。まず三輪のポイントです。ただその有信戦の時は三輪が2ゲーム連取して、その後3ゲーム連続で有信に取られてという形だったんですよね。はい、シーソーゲームでしたね。そうですね、あの時は、はい、三輪連続ポイント、三輪が乗ってきました。こうなってくると手がつけられなくなるパターンはあるんですが、今日はここまで相当まで曽根は行ってませんでした。これでタイムアウト取りました。まあちょっと止めないとっていうところでしょうね、これはね。そうですね、はい、もう一回集中力を高めて、はい、本当に実力のある選手なので。そうですね、はい、まあパリオリンピックのポイントというところはまだそこまで行ってないんですけども、やっぱり近い将来確実に日本を背負う選手の一人ですよね、曽根かけるはね。もう本当に僕もまあ、いつも高校生で戸上のベンチに入っていた時に怖かったのが曽根選手と篠塚選手。あ、そうですか、はい、この2人が怖くて、あ、はい、もう出てくると嫌だな、はい、と。もう本当に、はい、そうなんですね。特に団体戦では曽根君よく、はい、三輪がガッツポーズが今日これで2回目。まずガッツポーズすることないですけど、相当気持ち入ってますね。ちょっと今見損ねました僕。しかしこれは曽根、相手の完全に逆ついていきました。9-7で今度は攻めサービス2本、この2本は取っておきたいところです。追いつけがまだ分かりません。ネットかかっていました、やり直しです。ネット越えません。すごいです ね今のは見事ですね。庭ご覧ください、またガッツポーズ出てましたが、ちょっとご覧ください、これさっきその前 の、 サービスやり直しだった分も庭あれ対応してましたもんね、あのボールね。そうですね、今のも、うん、
普通厳しいレシーブできないんですけどね、あそこ。最後はオーバーして丹羽が取りました。見事な逆転劇、丹羽。ゲームカウント3対2、第2マッチは丹羽幸樹が勝っています。嬉しそうですねなんか久しぶりに幸樹の嬉しそうな顔。そうですね、いや、ご覧のような素晴らしい笑顔。いやー珍しいですね、本当に勝ってもあまり表情変えることはないんですけれども、オリンピックでメダル取った時も表情あまり変えてなかった丹羽幸樹だったんですが、今日は途中からガッツポーズがちょこちょこ出てきたりと気持ちがだいぶ前に出てましたが、ご覧のように相当な今嬉しそうな笑顔を見せています。まあちょっとね、第2ゲームではもう劣勢でしたので、どうなることかなというような感じだったんですが、やっぱり曽根選手サーブの配球が3ゲーム目からちょっと狂いましたよね、はい、で台の中にロングサーブ使って丹羽選手を台の中に入れさせない、はい、足を止める、そういう戦術がうまくできてたんですけど、うんうん、3ゲーム目以降フォア前ショートサーブ中心で、はいはい、そこから入って一気に流れを変えて丹羽選手が先手を取る展開、はいはい、これが最後のゲームまで続きましたね。まだ途中でもう一回僕展開、曽根選手がサーブの配球とかそういうの変えてくるかなと思ったんですけど、はい、お客さんのこの姿勢にも応えて丹羽幸樹が一旦会場から控室に戻っていくというシーンをご覧いただきました。さあそれでは前半戦 VTR で振り返っていきたいと思います。マッチカウント2対0で今岡山リベツリードという状況になっておりますが、まずはダブルス加藤園森園組、はい、あまり調子良さそうではなかったんですけど、はいはい、逆にこう田添選手が、うん、いいプレーたくさんして、そうでしたね、はい、やっぱりダブルスってこうお互い助け合うので、どうしてもこう1人の選手がミスが続いてしまいがちなんですよ、はい、4人みんなが同じようにこうっていうんじゃなくて、1人の選手だけやたらこうミスをしてパートナーのことを気にしたりとか、はい、そういうのがあるんですけど、こう森園選手がでも決して調子良くなかったところを本当に田添選手が台上のチキータとか両ハンドドライブ思い切って逆にフォローして、はい、強かったですね、はい、やっぱりダブルスはゲームカウント2対1で田添森園組岡山リベツが取って第2マッチ丹羽幸樹曽根翔は最初は曽根ペースだったんですけども逆転して丹羽が取るというゲームになりました。やっぱりサーブの配球ですよね、うん、1、2ゲーム目本当に丹羽選手の足を止めて攻めさせなかったんですけど、はい、3ゲーム目以降ちょっと短い展開から入って、はい、逆に一気にこう流れを変えて丹羽、うん、選手が先手を取る展開を作っていったと思います。ということで、ゲームカウント3対2で第2マッチは丹羽幸樹が取っております。このポイント的にその先ほどからその曽根がサービスを第3ゲームから変えたというか、ね、配球を変えた、戻すことはできなかったんですかね、あれね。僕もまた戻すと思ったんですけど、うん、やっぱりこう自分で分かってなかったのかもしれないですね。あ、そこが、はい、そこで流れを相手に持っていかれたというところは、はい、それじゃないというか、そこがだったんじゃないか、はい、というところですね。本当に、1ゲーム目も 2ゲーム目も1本目ロングサーブ、前半にロングサーブちょこちょこ混ぜて、うんうん、フォア前チキータ入らせないよと、はいはい、そういう大きな展開、はい、大きな展開の試合をして、曽根選手が自分のパワーで上回る、で一気に2ゲーム目も 6-0 まで行きましたからね。そうですね、はいはい、で流れを作って非常に良かったんですけど、うん、はい、3ゲーム目最初曽根選手サーブからスタートなんですけど、はい、2本ショートサーブでロングサーブ出したのも後半で1本出したか出さないかぐらい、うん、そんなもんでしたね、はい、
でその点内、珍しく丹羽が自分でタイムアウト取って、はい、あのそこきっちり締めたらもう流れは一気に一気でしたもんね、はい、丹羽選手に、はい、傾きましたよね、はいはい、だからあの丹羽選手が先に攻めてるっていう印象が、はい、4ゲーム目5ゲーム目強かったですよね。丹羽がタイムアウトを取ってからと、はい、曽根が上げてるポイントがね、6ポイントしかないんですよね。はい、で丹羽はそのタイムアウト後のすぐポイントと、それから12の、1,2,3,4,5 だから17ポイント上げてるという形になりますから、はい、まあ、ガラッと変わってるってことですね、もうその瞬間に。そうですね、だからもう1ゲーム目2ゲーム目は様子を見てるうちに、あ、はい、打ち込まれて、うん、気づいたら 0-2 で負けてたみたいな、はい、で3ゲーム目以降、うん、サーブの配球だと思いますけどね、うん、はい、もうそこで、はい、卓球ってやっぱりこう流れの競技なので、そうですね、こうね、流れをつかむためには、ね、やっぱりそれこう戦術を考えるとか、うん、はい、例えばガッツポーズして自分を鼓舞するとか、はいはい、もしくはこう声を出して、こう奮い立たせるとか、うん、はい、庭は普段その、まあ、声を出すこともあまりないですし、まあ、ガッツポーズをすることもほぼないんですが、今日は珍しくガッツポーズも出てましたし、はい、うん、でこう、 うまく逆モーションでこう相手にミスさせた時とか、後期、うん、とか庭とかニコッとちょっと笑ったりするんですよ。そうそれが相手にとっては結構いやらしいんですよね、はい、はい、そういうのもまああのね、流れを作るための一つの要素ではありますので、はいはい、あの丹羽選手ナイスでした、うん、さあこれで、マッチカウント2対0岡山リベッツリードで、これから第3マッチへと進んでまいります。第3マッチはハオシュアイと松平健太のゲームということになります。岡山リベッツ対 TT 埼玉のゲームです。さあ福田公園体育館第3マッチがこれから始まります。第3マッチは岡山リベッツがハオシュアイ、そして PT 埼玉が松平健太というシングルスのゲームということになります。先に松平健太が卓球台のところまでやってまいりました。このゲーム主審は奥田良太郎さん、副審が松浦はじめさん、両審判で行われます。今カウントがね、カウンターが回っておりますが、このままカウンター60秒を経過しますと、60秒経過するまでに、コートのそばまでやってこないと、コートのそばに来なかった選手、来ている選手の方にポイントが与えられるという形になってきますので、みんな早くやってくるということになっています。さあハオシュアイが登場してまいりました。岡山リベッツ、昨シーズン途中から加入しましたが、今シーズンはここまでシングルス13勝4敗というですね、ものすごい強さで、そうですね、はい、このレベルの高い T リーグの中で、うん、なかなかこれだけ勝てないですよ。そうですよね、一方の松平健太は先日ね、お子様が生まれたところなんですが、シングルスここまで10勝6敗という成績で、野島 T リーグはファーストシーズンからこの松平健太参戦していますが、うん、成績だけ見ると今年が一番いいですよね。そうですね、はい、前回の対戦でハオシュアイ選手に勝ってるんですね。そうなんですよね、はい、12月のクリスマスのねワークでのゲーム、ゲームカウント3対1でその時は松平健太が勝利を収めるということになっておりました。とはいえどもハオシュアイ、ここまで13勝、それからマッチ勝率、サービスエースの数もそう、サーブのポイント時の勝率、獲得率ですねなども含めて、もう全て1位というですねものすごいことになっています。まあ、さらにこの前の試合で丹羽が勝ったの、これ大きいですよ。大きいでしょうね、はい、ゲームの流れも大きいですから、このハオシュアイ、ただ松平健太は先ほどご紹介しましたように12月のこの岡山戦でハオシュアイを下しています。ここまで T リーグで4回対戦があって、ハオシュアイの3勝、松平健太の1勝という成績になっています。松平のサービスからどうやらゲームは始まりそうです。
セカンドシーズンから埼玉でのプレーということになっています。ファーストシーズンは木下マイスター東京でのプレーをしていた松平健太です。全日本卓球は松平健太は初戦で今回は敗退しております。吉村和弘ですね。吉村和弘に敗れています。4回戦、スーパーシードだったんで松平健太は4回戦からのスタートだったんですが、吉村和弘に敗れています。やっぱり今みんなレベルが上がってるので、はい、やっぱりこうスーパーシードで、うん、スーパーシード初戦敗退多いですよね。多かったですね今年は特に、はい、10人ぐらいいたんじゃないですかね、うん、やっぱりこう下から上がってくる選手が例えば、はい、松平選手は吉村和弘選手に負けたんですけど、うん、和弘は3試合、はい、1試合目はサブコートでサブ体育館の方で試合やってましたからね。あ、はい、人が多いのでどうしてもね、はいはいはい、ものすごい数でやりますから、はい、で2試合目3試合目がちょうど僕の教え子、はい、だからもう同門対決を和弘が2回勝って健太のところまで来てますからもう仕上がってますよね。やっぱりそうですね、はい、やっぱり今スーパーシードって難しいんですよね。先ほど、今日負けましたけど曽根翔もあれスーパーシードじゃないんですよね今年今回ね、はいはい、で準々決勝まで行くという形、準決勝まで行くという曽根翔の活躍がありましたが、という話しているうちにラブファイブまで書いたんですが今、はい、5点僕喋っちゃいました、はい、松田力に5連続ポイントを上げて、はい、そこでハウシアイがポイントを上げまして、はい、ワンファイブになりました。やっぱりこのハウシュアイ選手のサーブにみんな苦しむんですけど、うん、松原選手結構レシーブ対応するんですね。そうですね、はいはい、このストップのタイミングが早くしたり、はいはいはい、こうわざとゆっくりしたり、うんうんうん、はい、3連続ポイントになりました。スリーファイブになって今度は松田のサービスに変わります。でもハウシュア選手多分もう今国際大会出ても結構相当勝つと思うんですけどね。と思いますよね、はい、これこの野島 T リーグ見ているといつもそう思うんですけれども、中国代表として出るのは本当大変なんでしょうけれども、いろいろルールが中国あるようなんであれなんですけども、とはいえでもなんか出ても不思議じゃないですもんね、うん、本当にね。これはネットオーバーです。ポイントは松平健太。ハオシュアイ、T リーグのランキングは昨シーズンからの参戦ということもあってでしょうか、まだ星は一つなんですけども、もう今ものすごいことになっているハオシュアイです。ただ年齢39歳なんですよね。だから見えないんですよね。今日もゲーム前の練習など見てみましても、本当にハオシュアイ練習はよくしてますよね。そうですね、うん、目と超えません、ハオシュアイの感じです。でこのハオシュアイは岡山のゲーム見ているといつもゲームの割と早い段階からハオシュアイは練習してる数は多いなというイメージはあるんですけれども、やはりでもこの年齢までこの強さを維持してるのって、はい、やっぱりこうすごいですよね、うん、やっぱりいろんなことにストイックにやっていかないと難しいですからね。
2本目レッド6エイ3回目になります。全部ネットにかかっていました。6エイトのサービス3回目です。のオーバーポイントは松平健太です。6-9。ただ松平健太も先日本当に奥様が生まれたばかりでしたので、もうツイッター等でもね、あの奥様がね、あのツイートされてましたけれども、さあ顔がポイントを取っていきます。気持ちとしてはまあ開けられないでしょうね、やっぱりそこはね。そうですね、ここはあの頑張ってほしいところですね。ですよね、はい。オーバー、ポイントはハウスアイです。さあ松平リードしていますが、ハオが徐々に追いついてきています。オーバー、追いつきました。ハオ試合、ハオ試合、これ結構ありますよね。この相手にリードされてるけど気がつきゃ追いついてきているという。0-5スタートですからね。そうなんですよね、はい、3連続ポイント3つ続けて追いついてきました。さすがですね、来日当初結構乱れるところもあったんですけど、そういうところも今見せなくなりましたよね。そうですね、時折見せることはあるんですが、だいぶ減ってる印象があります。ネット越えません。4連続ポイント、一気にゲームポイントまで持ってきました。ハオシュアイ、外国人選手がやっぱり T リーグ来て慣れるまでにみんな苦戦するんですけど、みたいですね、はい、ハオシュアイ一番最初がイオンモールでしたからね。そうですね、あのイオンモールのあのものすごいところでしたからね、はい、そこで勝ちましたからね。そうですね、いや見事フォアで打ち込んで一気に決めていきました。5連続ポイントでハオ試合第1ゲーム取りました。11-9です。いや見事、さすがですね。いや本当さすがですね。やっぱりこの例えば日本人選手が、はい、あのドイツのブンデスリーグ行ったりして、やっぱりこう観客が近かったり、やっぱりこう例えばブーイングみたいなのがあったり、でそういうのに慣れるのにやっぱりちょっとやっぱり日本人は時間がかかったりするんですね。それと同じように外国人選手、例えばカルデラの来たり、あのピッチフォード来たりしても、やっぱり最初なかなか勝つまでに時間がかかるんですよね。この T リーグ独特のこのルールとか、あのジュースがないとか、はい、あとボールとか、ボールとか卓球台 この滑りとか、はい、そういうのに時間がかかるんですけど、ハオシュアイはさらにそのイオンモールの、はい、あの状況の中で、あの状況ですからね、はい、そこの1試合目を勝ったっていうのはやっぱり、はい、あのそこだと思うんですよね、はいはい、あのイオンモール岡山でのゲームというのは、岡山イオンモール岡山のあのホールに特設会場を作って、エレベーターのエスカレーターの上からも見られるという、5階のところからも普通にお買い物しながら見られるというようなところでゲームが行ったのが、ハオシュアイの最初のゲームでしたからね。そこで勝ちましたからね、勝ちましたからね。であそこであの試合やった選手から聞くと、こうハイトスとかを上げるじゃないですか、はい、そしたらその上がってるボールをみんなが見てるんですよ。でそれを感じるそうなんですよ。はい、だから視線をか上を自分が顔を上げたら視線を感じるってことですよね。そうです。だからその一つのボールを何千人が見てて、はい、でサーブをするっていうのがもうめちゃくちゃ緊張するみたいで、ね、はい、手が震えるって言ってますよ、ね、そこが岡山リベッツ所属来日の初戦だったわけですから、はいはい、やっぱりそこで勝ったっていうのはすごいですよ。あのゲームの確かあの
ゲーム始まる前だったんですけども、白髪監督がハオシュアイにとっては非常にちょっと厳しいところでのデビューで、あれって、はい、大変ですけどねみたいなことをおっしゃってたんですけども、はい、しっかりと打ち込んでいきました。それで2ゴールを打ちます。今のは当たり前のようですけど、ミドルに攻めて、はい、詰まらせて、次相当鋭角なところにサイド切っていってますからね、はい、当たり前にやってるけどすごいんですよね、はい、オーバー、ポイントは松平です。あんなに見応えありましたが、ここはワンポイントずつというゲームの流れになっています。ハオシュアイの2本目です。シュートかかりました。やり直しです。オーバー、ポイントは松平。ここで松平が連続ポイントという方になりました。相手のサービス2本取りました松平健太です。ネット越えません。3連続ポイントの松平健太、5-2です。今のプレー、2本目です。いや見事相手逆をついていきました。ハオシュ、松平健太4連続ポイント。TT 埼玉左利きの選手がいないので、ああはいはいはい、はい、で練習で本当年末に昨年末うちの選手2名、うん、はい、高校生1人と中学生1人連れて行ったんですけど、はい、もう健太も中学生の左利きともう練習が終わって、そのちょっと居残りみたいな感じで、はい、結構しっかり練習やって、ね、やってくれて、はい、やっぱりこう、うん、やっぱり年齢が上がるにつれて、やっぱりこうしっかり練習をしてないとやっぱり勝ちづらくなりますからね、はい、そういう意味では埼玉ってこう練習場を持って、そこ拠点にみんなが集まって、ね、はい、毎日練習して、はいはい、はい、そういう中で練習している成果だと思います。やっぱり、はい、今年はね、こうスーパーシードで初戦敗退 しましたけど、うん、去年はその前は決勝まで行って、そうですよね、はいはい、やっぱり今もやっぱり T リーグでもこれだけやっぱり勝ってるっていうのは、うんうんうん、はい、練習しないとダメですからね、やっぱり、うん、そういう意味ではしっかり練習やってると思います、はい、でその練習量と、その先ほどそれのゲームでもお話ししました、その若手が割とスピードがあるというのは、やっぱそこで練習量でそれを補っていくというところは必要になってくるとお考えですかね。そうですね、うん、やっぱり若手はかなり練習できるし、今やってる選手が多いんで、はいはい、超えないミスになってしまいました。ハオシュアイで少し首をかしげています。オーバーしました。松平が取りました。第2ゲームは11対4です。少しちょっとナーバスになっているような感じがここは出てきていました。ハオシュアイでした。やっぱりサーブうまく処理松平選手できるので、うん、やっぱりこうハオシュアイ選手とやるとやっぱりみんなサーブうまく処理できなくて、はいはい、そこに苦戦してるんですけど、松平選手の場合は本当にこう
ストップのタイミングとか、早くやったり、ちょっとこうずらわざとタイミングを遅らせてストップしたり、はい、その辺で、はい、うまく、はい、倒し合いの3球目を封じてるので、はいはいはい、まあ、ハオシャイとしてはそこを封じられないようにするというのは当然大事になってくるんでしょうけれども、はい、さあこの第3ゲームどうなっていくか、松田のサービスからまだ使ってないけど巻き込みサーブもありますね、ハオシャイ選手に。あ、まだ出してないですね、はい、そういうのね、はい、まず松平の1本目です。ハオシャイよく対応しています。これは最後見事。いやこれ39歳ですけど戻るの早いですよね。この後ですね、はい、この後です。何回抜けたかと思ったんですけど ね、はい、抜けませんでした。最後はハオが取りました。ネット越えないワンオールです。さあ今度はハオシュアイのサービスです。巻き込みは確かにまだここまでは出ていませんがどうでしょうか。1本目見事2番です。バックが硬いんですよね。まあハオシュアイのサービス2本目です。ポイント 2-1 になっています。オーバーしました。ハオシュアイのポイント 3-1 になりました。もう第2ゲームのことはもう完全に頭から消してという感じでプレーしてるでしょうね今ね、これね。そうですね、うん、はい、オーバー。ここは松田のポイントになります。ツースリー。2本目ネット越えない。松田のサービスによく対応しました。ハオシュアイです。声出し応援が可能になっておりまして声も飛んでいる時間帯も出てきています。ハオシュアイ見事これで 5-2 になります。2本目です。ネット越えません。館内ご覧のように、まあ、声を出す時間帯と出さない時間帯をしっかり分けてコートの選手に声援を送っています。ネットかかっていましたがどうもちょっとハオシュアイが何か気にしています。オーバー。ポイントはハオシュアイです。いや入りましたか。エッジかかってましたよ、うん、したらエッジかかってたんですね、はい、この後ですが、あ、かかってたんですね。手を挙げてますからそういうことですね、はい、2本目これはオーバーです。3-7
ハオシュアイはリードしています。そしてハオシュアイのサービス2本です。1本目です。オーバー、ハオシュアイのポイント。サービス2本目になります。 8-3 オーバー、 9-3 まで来ました。完全にハオシュアイペースなんですけれども、そうですね、もうやっぱりバックに持っていくとこう硬くて、はい、フォアに飛ばされるし、でそれをやっぱり避けてフォアに行くとパワードライブが待ってるし、そうですね、はい、やってる方は結構どこに攻めればいいのかなっていう、はい、そういう感覚とかそういう印象を受けちゃうんですよね。はい、ラリネット越えない、ハオシュアイ一気に決めていきました。5連続ポイントで第3ゲームなんと11対3で取りました。強いですね。さすがですね、はい、ちょっとナーバスになるところが今日は見えてはいるんですが、ゲームの流れは全然そんなことなく、ハオシュアイのペースで第3ゲームは来ました。何を気にしていたのかちょっとよくわからなかったんですけれども、隣の練習の音ですかね、なんでしょうね、はい、まあちょこちょここれはあるんですけれども、だからといってそのゲームに影響していることがあまりないの、またハオシュアイのところがあったりとも、ちょっとカメラのシャッター音にちょっと気が回ってたようですね、はい、ただまあね、強いですね今日のハオシュアイ、今の第3ゲームは本当に見事でした。ただだから第2ゲームの松平健太の良さと、うん、第3ゲームはハオシュアイのもう凄さが出たという感じにここはなってますが、うん、第4ゲームフォースゲームハオトゥーサーラブオーハオシュアイのサービスからですが、この2本ハオシュアイまずキープすることは大事にはなってきますが、松平はこの2つ取るとちょっと分からなくなります。ハオシュアイのサービスです。まず1本目、第4ゲームです。まずは松平です。2本目、今度はハオシュアイです。ワンオールになります。やっぱりハオシュアイサーブが切れてて弾道がすごくこう低くて、うん、こう滑るようにいくので、はいはい、みんなチキータあまり入れないんですね。あー、はい、オーバー、ワンツー。低いとやっぱりチキータ返しづらいものなんですか。もう回転量あるし弾道がこう跳ね上がらないので、つついたバウンドがちょっと跳ね上がればそこ狙いやすいんですけど、はい、ハオシュアイのサーブって2バウンド目ついた後あまり上がらないと沈む感じがするんですよね。でそれをやっぱりまた下から入るともう3球目を上から狙ってくるので、はい、ネット越えます。ネット触れていたようです。サービスやり直しです。ポイント 3-1。 やっぱりこう中国ラバーなので、はい、やっぱり回転量多いですからね、日本製のものより、うん、これは見事ハオシュアイです。ストップでポイント取っていきました。これで 4-1 です。ご覧ください、相手を後ろにやって
見事でした。タイムアウト松平、ここでタイムアウト松平健太が取りました。ここちょっと取って流れ変えたいですよね、これね、松平健太としては。そうですね、まあでも難しい展開です ね、 ですね、なかなか。あ、今奥様がツイッターで2ゲーム目を取れたということで、どうもお子様と一緒に、まあ、奥様はちょっと今寝てるのかなという感じですけども、はい、お休みになっているようでしたが、まあ、お昼寝のちょうど時間帯では今ありますから。男の子でしたね。はい、そうですね、はい、頑張ってほしいですね。そうですね、はい、岸川監督が今ゲーム中にちょっとツイッターを見て子供頑張ってるからというふうになることはさすがに難しいでしょうけども、はい、そうですね、はい、まあでもお父さんの姿をご家族で今放送でもご覧になっているというような状況であると思います。さあ、ハウシアイのサービス2本目からです。ハウシアイ 4-1。 わー、ネットインして回転が変わってしまいました。ちょっと突きも張りますね、ハウシアイね、これね、この後これですね。ただすごい回転なんでしょうね、そのネットインしてもあそこで変わっちゃうということは。そうですね、あクーファイブになります。まあオーバーしました。ちょっとハオシアイがミスを出してミスが出てしまいました。これで 3-5 になります。中国ラバーって、はい、女子選手は比較的フォアに中国ラバー使ったりする選手が出てくるんですけど、はい、男子なかなか、もちろんメーカーとの契約とかそういうのももちろんあるんですけど、はい、意外に男子選手は使わないんですよね。はい、まあ、まあ契約等はちょっとねしょうがないにしても、はい、他に何か理由あるんでしょうかね。オーバーです。まあ中国ラバー、途中から中国ラバー使うよりやっぱり中国ラバーの選手、最初から中国ラバー使ってる選手はすごくこううまく使えてるんですけど、うん、ちょっとこう今まで日本製を使ってた選手が中国ラバーに変えてもやっぱりこう使いこなせてないのかなっていうのはちょっと思うんですけどね。はい、さあ松平君はタイムアウト直後だけポイント取られましたが、その後今4連続ポイントで追いつきました。そして松平健太のサービスです。ネット越えない、ハオシアイのポイントになりました。メッセージが届いてるんですかね、これね。僕あんまりそういうこと言わないんですけど、シックソールです。ハオシアイ1本目、あ、見事逆転しました、松平健太です。シックスセブンです。
How should I? オーバー。ここはハウシュアイ追いつきます。セブンアイ。やっぱりこうすごく一球一球考えてるんですよね。ハウシュアイ。はい。こういうサーブ来たらどう対応しようとか。ちょっと超えません。その辺がやっぱりこう強さのこう、まあ、秘密というか、ま、なかなか負けない。はい、まあ年齢39歳まで来てもそこにそういうところをしっかりしているので、しかもその判断がおそらく早いんでしょうね。そうですね、多分もう頭が整理できてて、これはオーバーです。試合をやっていく中で、まあ、この例えば8オールになった時とか9オールとか後半にどういうサーブが効くのか、どういうサーブを出すのか、はい、で後半にここで相手のサーブこういうのがあるからこうレシーブした方がいいとか、そういう頭の整理ができてますよね。あ、うん、8オールハオシュアイのサービスです。これはハオシュアイ相手のミドル直撃しました。見事。9-8、2本目。ネットに振ってたようです。やり直し。鋭かったですけどね、はい、それを上回って返していきました。マッチポイントです。次のポイントを取れば岡山リベッツの勝利が決まります。ただしサービスは松平健太です。8-10になっています。来まして取りました。第3マッチハオシュアイがゲームカウント3-1で勝利を収めて、この試合の岡山リベッツの勝利、これで決まりました。いやー最後すごかったですね。これそうですね、なんかこうハオシュアイ選手見てると、なんか強いっていうよりも、もうなんか負けない、負けない、そうですね、はいはいはい、そういう印象を強く、うん、受けるんですけど、やっぱりこう、ね、後半8オールとか9オールとか、はい、このあたりにこのサーブ、自分がどういうサーブを出せば得点できるのか、でその後半に相手はこういうサーブ出してくるからどうレシーブするのがベストなのか、その辺のこう頭の整理、はい、そういうのを多分考えながら相手のサーブレシーブをこう記憶に残しながら、はいはい、後半にやることも作れてますよね。あ、はい、なるほどね、はいはい、そういう印象を受けます、はい、これ世界国際大会出ても勝ちますね。はい、はい、やっぱり元中国代表が伊達じゃないですね。その今はね代表ではないんですけれども、はい、まあ、中国の層の厚さっていうのは、まあ、こういうところがも逆に感じるんですけれども、中国の代表ってとんでもないってことですね。要するにそれね、そうですね、はい、もうやっぱり今でもベスト10ぐらい入るじゃないですか。あ、なるほどね、はい、
第4マッチ主審松浦はじめさん、主審藤井進さんでゲームが行われます。まあちょっとランもう世界戦全然出てないんで世界ランクにも可能性はついてないんですけど、本当にそれぐらいの力はあるだろうという感じですね。はい、そう思います。はい、さあ第4マッチシングルス森園対アイナのゲームということになります。森園マスタがダブルスに続いてシングルス登場という形になります。やっぱりここ岡山さあ第4マッチ岡山リベッツは森園マスタカ登場ということになります。ダブルスについての今日登場ということになります。マッチカウントは3対0ということになりましたので、このゲームの岡山リベッツの勝利は決まりました。あとは勝ち点4取るか勝ち点3だとになるかという形になります。TT 埼玉アイダス口が登場ということになります。世界ランクは今126位という間です。森園は現在世界ランキングは131位ということになっております。森園バーサス、さあこのゲーム、ファーストゲーム、アイダス対戦は森園が有利、勝ってるんですよね。はい、T リーグそれからまあ全日本も含めてなんですが、ここまで3回戦って3勝0敗と、おととしの全日本の準々決勝でも対戦があったんですが、その時は4対1で森園が勝っているという形になります。最近で野島 T リーグでいくと、やはりおととしの9月の、太田でのゲームだったんですが、この時は 3-0 で森園が勝っているということになっています。ただ今シーズン森園はシングルスまだ勝ちがありません。まず間のサービス1本目、間がオーバーしまして、森園のポイントになっています。ラブ2になります。今度はサービスが森園に変わります。今シーズン0勝4敗というシングルスのここまでの成績です。これ森園やっぱストレートで 4-0 で取りたいっていう頭ちょっとあるんでしょうね、これゲームの中でね。やっぱりこれ間が4番に出てくるのを予想してのシラ監督の、はいはい、オーダーだと思うんですね。はいはい、ベンチにあの谷垣選手とか、はい、いるので、谷垣選手かなと思ってたんですけど、はい、リゾの選手2点起用、うん、4番やっぱりこの若手では逆に相田選手に勝つことが難しいと判断したんでしょうね。なるほどね、はい、はい、まあ一応カットマンなんですけども、まあ、カットマンというよりカットを織り交ぜながらというプレーですかね、今相田のプレーはね、はい、そうですね。あとサーブがすごいので、あ、そうですね、はい、はい、サーブ力がかなりあるので、うん、はい、で12月 WTT も優勝してますね。そうなんですよね、はいはい、12月 WTT の優勝が間がありましてかなり話題になっていましたけれども、はいはい、日本選手派遣なくて、はい、自分一人で行って、アメリカに一人で行って、うん、でもうなんか5時に練習相手をお願いして自分 で向こうで練習一緒にやって、あ、そうですか、はい、で2人で決勝やって最後に相田君が優勝したっていう、はい、すごいですよね。すごいですよね、はい、本当に相田選手ってむちゃくちゃ練習するんですね、はい、もう朝ランニングして午前午後練習して、はい、そこからサーブ練習して、はい、終わるかと思ったらまたランニングに行くみたいなもう本当昭和の人みたいな、はい、そのぐらい練習するんですね、はあ、すごいですね。ご飯いつ食べてるんですか、本当に。ご飯、あ、でもご飯もめっちゃ食べますよ。あ、そうです、一緒に食事したことあるんですけど、はいはい、まあ、練習するから食べるんですよね、やっぱり、はい、お酒は一滴も飲めないらしいです。あ、そうなんですか、はい、その練習量、まあ、豊富な練習量じゃ多分言葉足らないですね、多分ね、今の話ですね。そうですね、はい、はい、
ただ追いついてきました間です。あんまり表情を変える選手ではありません。飛びつきましたが追いつきませんでした。追いつきました。シックスオールです。今のプレー、飛びつきましたが追いつきません。バックに打たれたボールバックドライブで返しますからね。はい、今サーブを出すときも、はい、あの右利きと対戦すると、卓球台の右側からで、左利きと対戦するときは卓球台の左の方に少し寄って、でとにかくロングサーブをストレートに早く見せるために、はい、サーブの位置をこういろいろ変えて、はいはい、もう同じサーブでも、ね、出す位置によっては変わりますから、はい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 、その辺もかなりこう工夫して、うん、はい、やってると思います、はい、森園のサービス1本目です。セブンオール、ネット越えません。間のポイントです。声が出ました。間埼玉としても勝ち点4は避けたいところですか。避けたいでしょうね。これ勝ち点4与えると埼玉にとってのかなり良くない展開ですからね、これね。ナインセブン。ちょっとその辺は分かってるんですが、間だいぶ気持ちが入っていまして、ナインセブンです。間さとしは今年の全日本はスーパーシードだったんですけれども、初戦敗退ということでした。坂根とやって4対2で敗れています。森園は先ほどご紹介しましたようにダブルスでの、ね、優勝があったんですが、シングルスの方は森園も4回戦スーパーシードだったんですが、初戦で敗退ということになっていました。やっぱりスーパーシードの全日本の初戦は怖いですからね。本当にで特に去年コロナで出られなかった選手がたくさんいるので、はい、シード下に強い選手がどんどん入ってましたからね、今年は。見事逆ついて取りました。間が取りました。第1ゲーム11対8です。森戸のペースになってるかなと思ったんですが、途中から完全に間ペースに変わってましたね、これね。そうですね、最初、はい、4連続ポイント、ね、森園が取ったんですけれども、4連続ポイント取ってから間が一気にペースつかんで、森園はその後4点しか取れてないんですよね、はい、あ、そうなりますね、さあこれでゲームカウントは1対0、間がリードで第2ゲームへと移っていきます。岡山リベッツのこのゲームの勝利は決まっていますので、あとは森園が勝ってストレートの 4-0 での勝ち点4になるか、あるいはここは間が一矢報いて岡山リベッツへの勝ち点を、3にするかというところです。今日のこの野島 T リーグ男子のゲームはこのゲームだけということになっておりますので、森園2スターラッオー、まあ岡山がこれ今日勝てば、勝ち点がストレート勝ちだと勝ち点25、お、今このゲーム間が取りますと勝ち点24ということになります。しないですね。全然しないですね。はい、カット折り混ぜるまでもいってないですね。はい、つっつきを何本かしただけですね。そうですね。はい、スリーラ
次もラブまで来ました。2本目ラブ4です。相手も勝った負けと思ってないでしょうね。もう思ってないでしょうね。さすがに思ってないでしょうね。もう、はい、まあもう間はね、野島 TD もだいぶ参戦も長いですから、カットマンのイメージはもう野島 TD ではもう完全にないですから、はい、あ、でもここでカットしましたね。あ、しかしこれは見事です。間がもう完全に森戸の方まで走り込んでいっていました。ここは出ましたが、はい、これで 1-5 に、1-4 になっています。森園の2本目です。カットしました。あー、しかし森園しっかり対応していきます。9本になりまして、今度はサービスが間に変わっていきます。もうしっかりとそこは森園は対応してという形で、ここはポイントにしていきました。森園松坂です。間のサービス、見事です。素晴らしいですね。はい、4点取られた後3連続ポイントの森園松坂、4-3になっています。これはすごい変化。5-3になって、今度は森園のサービス2本です。1本目オーバーしました。ポイントは森園、4-5。4まで来ました。間がなかなか森戸に追いつかれはしますが、そこでポイントを上げているようになっています。もうあのレシーブでチキータ来てますからね。あ、そうですよね。はい、もうカットマンと思うのはやめましょう。まあカットマンチキータはしないですよね、はい、確かにね、はいはい、フォア前を相手のフォア前をチキータしてますからね、もうずっと、はいはい。もうあのラケットも、はい、ヒノキの3枚合板、ちょっとなかなか使ってない、はい、他の人が使ってないような、はいはい、ちょっと変わったラケットを使ってるんですけど、はい、やっぱり飛ぶんですよ、弾みがいいんですよ。あ、はい、だけどこうヒノキなんで柔らかいから、はい、こうカットもしやすいっていう、はい、ちょっと独特な感じがするんですけど、はいはい、で以前、相田君練習に来てくれて、あ、はいはい、まあ、こちらからこう招聘したわけではなくて、もう自分で練習行っていいですかって連絡があって、はいはい、で来てうちの高校生とガンガン練習して、ええ、はい、帰っていったんですけど、さすがだなと思って、はい、やっぱりこう貪欲にハングリーで居続けてるのもやっぱりこうなんていうんですかね、まだまだ強くなってる、うん、この年で強くなってますからね。そうですね、もう、はい、それが先ほどの羽生ほどじゃないですけど、29歳ですからね、もうね。ここはしかし最後は素晴らしいラリー、間が制しました。ご覧ください、これよく振られたの、よく追いついて、これもよく対応して、さあ間2本目です。10-6まで来ました。ゲームポイントを迎えています、間聡です。
これはオーバーしました。ポイント相田里氏になりました。第2ゲームは相田が取りました。11対6です。チキータ狙ってますからね、もう最初からご覧ください。そうですね、もう狙ってますね、はい、チキータをしますという、はいはい、もう本当にただどうなんでしょう、ご自身の中でその相田選手自身の中でカットを織り交ぜてなのか、もうカットもできるオールマイティなのかっていう感じなんでしょうかね。もうあのカットマンっていう括りを、まあまあ、もう外しましょう、外した方がですね、はい、これね、もう、はい、もう彼に関しては、はい、さあポイント、ゲームカウント2対0、間がリードという形になっています。森園、ちょっとなんとか打開していきたい流れがあるかなというところなんですけども、間がまた掴み直すというような流れがこのところ続いています。森園選手にしてみたら、もうこんなはずじゃない、こんなはずじゃないっていう、はい、そういう感覚だと思いますね。サードゲーム、間トゥーサーラブオー。さあこれで間のサービスこれから始まりますが、もちろん分かってるとは思うんですけど、なぜカットをしないんだと。ラブオよろしくお願いします。聞こえません。まずは間のポイントです。よろしくお願いします。オーバーです。これは森戸のポイントでワンゴールです。聞こえません。ボリドのポイントになります。クーワン3ワンです。どうしてもこうカットマンとやるとこう攻撃の今この試合でいうと森園選手の方がやっぱりちょっと攻めが遅くなってしまうんですよね、相手がカットマンだと。それはどういう理由か。やっぱりこうレシーブのツッツキがこう攻撃マンのようなストップじゃなくて玉足の長いツッツキだったから、それをしっかり回って打とうとか、ちょっとこう対攻撃マンの時と対カットマンでやるとやっぱり少し遅く打球点が下がったりとかっていうことがあるので、もう森園選手としてはもうこの選手はカットマンじゃないんだと思って攻撃マンと試合するのと全く同じ感覚で、はい、先に攻めてた方がいいですね。うーん、3オールです。ちょっと今変えてきましたサービスですね。まあ、こういったところから打開していくというところがその先に攻めていくにつながっていくということですよね、やっぱりね。そうですね、はい、もうあのカットマンと思ってやらない方がいいですね、うん、まあ、それはもうもうレシーブでチキータ返してくるぐらいですからね、はいはい、その概念を捨てて、はい、で思ったらこうやってポロッとカットを出してくるからちょっとなかなか惑わされるところもあるのかもしれませんが、そうですね、うん、もう次ですね、うん、そしてネットにかかってポイントは間になりました。こう間選手の聞こえない、間選手の長いサーブに対してそれをやっぱりこう回り込んでバックに一回強打行くと間選手もカットから入るしかなくなるんですよ、はいはいはい、うん、だからもうそこに持ってきたいんですけどね、うん、やっぱり相田選手が勝ってるときってかなりサーブで崩してるんですね、はいはいはい、でロングサーブもガンガン出して、はい、で相手のこうロングサーブ左利きだったら少し左側に、要はロングサーブをストレートに見えるように、右利きだったら少し右側に寄ってロングサーブの球足を速くする、あ、はい、して崩してるんですけど、やっぱり相田選手がこう負ける試合ってもうロングサーブを回り込まれてバックに1回打たれるんですよ、はいはい、そしたら
あの1本目をカットから入るしかなくなるんですよね。あなるほど、はい、そうすると相澤選手こう展開が厳しくなってくるので、はい、まあ、そのあたりも森薗は狙っていけたらというところでしょうかね、うん、これね、はい、まあ、でも今相澤選手も短いサーブ織り交ぜながら本当にサーブの、配球とかもちろん回転とか相当工夫して出してるんで、はいはい、いろんなのを出してますね。そうですね、はい、だから一つのものにその定まってないというか、はい、もう同じ回転でもフォアサイドから出すのとバックサイドから出すのでかなり違ってきますから、はいはい、さあタイムアウト明け、森薗がタイムアウトを取りまして、そのタイムアウト明けのプレーです。うん、ネットずっとかかって超えてますのでサービスやり直し、これが4回目になります。いや森薗もよく対応しましたが最後はオーバーで間のポイントです。オーバー、ポイントは森薗です。森薗マスタカーサービス2本目5-6です。ネットにかかっていました、やり直しです。これは見事逆つきました、間5-7になります。間が取ればマッチカウント3-1での岡山リベッツの勝利で、岡山リベッツの勝ち点は3ということになります。勝ち点3ですと勝ち点これで24ということになりまして、まあ、順位は逆転はします。ネットかかっていたようですが手が上がっていますが、ポイントは森薗でこれで6-7です。このゲーム間が取りますと岡山リベッツの勝ち点は3ということになります。7-0追いつきました、岡山リベッツです。まあ、埼玉としては勝ち点相手が4点与えられて25点だと3点差、もし ここを間が取りますと勝ち点3なので24点なので、埼玉との勝ち点差が2点差ですから、やっぱ2点差と3点差はちょっと全然意味合い違いますもんね。そうですね、ここは、森薗よく対応して間もよく追いつきましたが、森薗のポイントになります。8-0。勝ち点2ならば1つ取れば逆転できるんですけども、勝ち点3だと1つ取っても同点に追いつくだけですからね。これやっぱり3差だとやっぱりそこは大きいですよね、うん、これね。ですから間は大きいですね。ですよね。この間ゲームは取るか取らないかはちょっとかなりリーグ上でも大きな流れになってくるかもしれません。チキータオーバー。9-8。あーサービスミス、このミスちょっと痛いですね、これね、まあ、お互いにサービスがちょっと、そうですね、はい、来ましたね。応援しましょう、もう残りの戦いここで粘れ。9-0になって、今度は森薗のサービスが2本です。1本目オーバー。さあマッチポイントです。間が取れば
岡山の勝ち点は3。9点、2本目。わあ、ミドル最後は打ち込んでいきまして、間が取りました。ストレート勝ち。もう相田選手をカットマンと思うのはやめましょう、はい、いやしかし最後11対9で間が取りまして、3対0で、間が取りまして、マッチカウントこれで3対1で岡山リベッツを勝利ということになりました。間が勝ちたことでストレート負けは逃れた TT 埼玉、岡山リベッツはこれで勝ち点3を上げてという形になります。勝ち点3を上げて、勝ち点これで合計で24ということになります。ご覧のようにマッチカウント今日は3対1で岡山リベッツが TT 埼玉を下すという形になりました。まあ勝ち点4と勝ち点3では随分違うというところはリーグ上のお話なんですが、ゲームそのものはまあ見応えがありましたね、今日の試合。そうです ね、はい、ちょっとこれ丹羽選手がここ調子上げてくるんじゃないですか。もうこれ丹羽幸喜がこう調子上げてくると、はい、ガッと変わりますからね。そうですね、ハウシュアイ選手とダブルスしか結局取れてないことが多かったので、はい、なので明日の木下が勝負ですね。そうですね、はい、今日のゲームまでなんですけども、ハウシュアイがシングルスで13勝を挙げてるんですが、それ以外の選手のシングルスの勝利が、6勝なんですね、はい、はい、でそのうちの6勝のうちの3勝がイサンスとリージェ、うん、はいはいはい、なので丹羽が2勝、はい、それから吉山が1勝という形だったんですが、うん、はい、まあ、そこがチームとしての課題なんですけど、はい、これで丹羽が今日乗ってくると、はい、面白いですよ、ね、リーグそのものが変わりますからね、はい、流れが、はい、ダブルス取れる、ハオシュアイ取れる、そして丹羽で取れるってなったら、はい、もうそれで勝利ですからね、はい、これは明日以降が楽しみですね。そうですね、はい、後ほどまた順位表はご紹介したいと思いますが、これで今日岡山リベッツは3位に浮上しました。木下マイスターとの勝ち点は4点ありますので、明日はまあストレート勝ちじゃないと追いつくことはできないんですけれども、TT 埼玉の選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。ちょっとわからなくなってきますね、これね、はい、はい、さあ、まもなくヒーローインタビューが行われるかと思いますので、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。野島 T リーグ2022-2023 シーズン、今日から再開、2月、怒涛の2月がこれから始まりますが、岡山が勝利を抑えました今日のゲームです。丹羽幸喜のプラカードを上げているお客様がいらっしゃるので、ひょっとしたら丹羽が来るのかな、どうでしょうか。白川監督の、ね、インタビューもあります。それでは白川監督の前に、さあ皆様コートにご注目ください。ヒーローインタビューですね、これより見事勝利を飾りました岡山リベッツの勝利チームインタビューを行います。さあ大きな拍手でお迎えください。本日のヒーロー丹羽幸喜選手です。よろしくお願いします。さあ丹羽選手、第2マッチ見事な逆転勝利でした、今の感想いただけますか。はい、まあ、僕自身開幕戦から、まあ、シングルス勝ててなくて、まあ、あまり勝てるイメージがなくて、で今日の試合も0対2で非常に追い込まれたんですけど、まあ、今日から声出しの応援がありということで、皆さんの声援がすごく力になって、最後まで諦めずにプレーすることができました。試合中この観客の皆さんの応援の声届いてましたでしょうか。聞こえてましたでしょうか。はい、もちろん聞こえていて、本当に、まあ、苦しい試合でいつ心が折れてもおかしくない状況だったんですけど、皆さんの声援のおかげでなんとか立て直すことができました。試合中何度かガッツポーズが見られましたが、勝利を手にして、そのあの時のガッツポーズ、やっぱり心から出てしまったというところでしょうか。まあ、5ゲーム目は最後シックスオールからの試合なので、うん、まあ、勢いというか、
まあ、その流れのままプレーすることができて、はい、勝つことができました。苦しい展開、逆転劇、第2ゲーム取られた後はどのような感じで次第3ゲームに挑まれましたでしょうか。まあ、曽根選手はチキータがすごくうまいので、まあ、僕の得意なサーブを出せずにずっと、まあ、苦しい展開ではあったんですけど、まあ、それでも粘りながらなんとか相手の、まあ、ミスを誘うようなプレーで、はい、粘って勝つことができました。はい、素晴らしい粘りでした。さあ、今シーズン残り6試合となりました。声援を送ってくださるファン、サポーターの皆さんに一言いただけますか。はい、今日は応援ありがとうございました。あと6試合あるんですけど、まあ、ホームはまあ明日と、まあ、23、24とかなと3試合あるので、まあ、ホーム戦全部勝って、まあ、プレーオフ進出できるように頑張っていくので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、本日見事な逆転劇、丹羽幸輝選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そして今日はもう一方インタビューさせていただきたいと思います。ダブルスに出場されました田添響選手です。よろしくお願いします。さあ、田添選手、まずは第一マッチダブルスでチームに流れを呼び込みました。見事な勝利、おめでとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。はい、まあ、今日の試合はすごく難しい試合だったんですけど、先日行われた全日本選手権で森薗選手は全日本チャンピオンに なったので、いつも以上にプレッシャーがすごく、結構手がもう震えてたんですけど、まあ、勝つことができてよかったです。なるほど。こちらから見ているとそこまでプレッシャー感じられているとは見えなかったですけども、やはりプレッシャーでしたか。そうですね、すごいプレッシャーになってましたね。でも第2ゲーム、タイムアウトからの連続ポイント、そして試合を優位に運ぶことができました。田添選手からこう森薗選手にお声掛けしている姿見られたんですけども、どんなことを話されてましたか。まあ、そうですね、やっぱ、前回も対戦させていただいたんですけど、その時とはまた違う展開だったりとか、僕らが良かった展開が今日の試合の中では悪い点数を取られることが多かったので、途中でその戦術を変えるっていうことをお互い話し合ってできたことが、まあ、今日の勝因かなと思います。はい、第3ゲームは6オールからスタートでしたけども、はい、どんなことを意識されましたか。そうですね、まあ、1セット目の展開は、まあ、僕が上田選手のチキータを全然取れなくて、まあ、すごく悪い展開だったので、最終ゲームはそのチキータをされないような長いサーブを思い切って出すことができたので良かったなと思います。なるほど。さあ、今日から会場は声出し応援が解禁されています。プレーにはどのように影響したでしょうか。そうですね、まあ、会場の応援ももちろんなんです、もちろんなんですけど、今日はあの僕が、大好きなボートレースの冠試合ということで、ボートレース小島さんの冠試合ということで、なるほど、あの多分昨年も言わせていただいたんですけど、もう本当に、まあ、いつも気合も入ってるんですけど、いつも以上に勝ちたいっていう気持ちが強くて、昨シーズンに引き続き今シーズンも勝てたのですごく良かったです。本当にあのたくさんの人の応援のおかげで、今日勝利することができたので、また明日応援の方よろしくお願いします。ちなみにボートレースの方の勝率はいかがですか。ボートレースの勝率の方、勝率の方ですか。はい、いやそこはちょっと聞かないでもらって。そうなんですね、はい、プライベートでは船券よく買われてると、はい、そうですね、あの結構貢献はしてると思います。はい、わかりました。最後に今日集まってくださいました応援してくれてるファン、サポーターの皆さんに一言お願いできますか。はい、今日もたくさんの声援ありがとうございました。本当にあの皆さんの声援のおかげで勝つことができるので、ファイナルに向けてチーム一丸、そしてファンの方々とも一丸となって目指したいと思うので、また声援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、見事に第一マッチダブルスで勝利しました田添響選手でした。ありがとうございました。そして勝利監督インタビューです。岡山リベッツ白川光介監督です。よろしくお願いします。お父さん、はい、娘さんが
お父さん、はい、はい、お父さんです娘さんも応援に来てくれさいました、今日の試合。ちなみにあの息子なんですけど。あ、息子さん、可愛い声だから娘さんかと思いました。息子さん、はい、はい、息子さんも応援してくださいました、はい、見事な勝利でした。3対1で勝利を収めました。おめでとうございます。ありがとうございます。まずあのボートレース小島様、あの冠マッチデーということで本当にありがとうございます。昨シーズンもですね、ボートレースさんの試合ではですね勝ってですね、本当勢いづいた試合だったので、今日もこういう形で勝てて本当良かったと思いますし、またあの声出し応援ということが解禁になったということで、いよいよ本当の岡山のホームマッチが戻ってきたなという思いで、今日本当嬉しかったです。ありがとうございます。さあ今日の勝利の要因はどこにあったでしょうか。結構前半苦しいマッチ、第一ゲーム取られたりというのが多かったですけども、はい、そうですね、まあ、あの本当どの試合も劣勢な場面が多かったと思うんですけど、まあ、本当に勝ったのも一番なんですけど、私の中では本当に今日丹羽幸喜選手のハニカム笑顔が見れて良かったです確かにこれまでちょっと辛い展開が多かったですね、はいはい、今日は逆転の丹羽幸喜選手、第2ゲームあれはでかかった、第2マッチあれはでかかったんじゃないでしょうか。そうですね、もう本当にあの勝負していくしかないっていうところだったので、そういった意味で本当 の本来の丹羽選手のプレーが、3ゲーム目から発揮されたんじゃないかなっていう、久々にこう、ごめんね幸喜君、久々とか言って、あの久々にあの強い丹羽幸喜を見ることができました、はい、ちょっとこう何と言いますか、私も席から MC 席から見てますと、楽しんでらっしゃるような丹羽幸喜選手の動き、そうですね、試合ぶり見られました、はいはい、そうですね、あの本当3ゲーム目からは多分本人なりにもいいプレーができてるっていう実感があったんじゃないかなと思うので、やっぱああいうハニカム笑顔がね見れるときは丹羽選手強いんじゃないですかね、はい、ありがとうございます。さあそして明日もこの会場で試合となります、はい、意気込みをお聞かせください。はい、もうあの本当終盤戦も始まってですね、もう1試合1試合、勝負の試合が続いていくと思うので、何としてもこのホーム戦は、まあ、我々チームとしても本当にあの思いのこもる、試合ですので、そういった意味でここで、なんとか2連勝してですね、皆さんと一緒にファイナル進出できるように頑張っていきたいと思いますので、引き続き皆さん明日もぜひここに足を運んでですね、応援の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん明日も応援しましょう。勝利監督白川浩介監督、岡山リベッツの白川監督でした。ありがとうございます。岡山リベッツ、丹羽幸喜選手、田添響選手、それから白川浩介監督のインタビュー、ご覧いただきました。まあ、あの白川監督がね、丹羽選手のハニカム笑顔が久々に見られてよかったというようなお話もありました。まあ、丹羽選手はね、あのコメントはかなりインタビューは冷静にインタビューを受けてるなというイメージではあったんですけれども、やっぱり丹羽の勝利が大きかったことはどうやら間違いなさそうですね。そうですね、もう僕も本当に久しぶりに強い丹羽幸喜を見ました。そうですね、序盤、はい、まあ、後ほど VTR 振り返りますけど、その立ち上がりどうなるかなというようなゲームではあっただけに、その後の第3ゲーム以降のその丹羽幸喜の今日は強さというのが非常に光っていた、ゲームでした。田添響は森園選手とのパートナープレッシャーが相当あったんですね、あれね。でも今日は響選手いいプレーしてましたよ。ですよね、はいはい、その辺も踏まえてちょっと VTR で、ね、振り返っていきたいと思います。森園正孝、田添響組対上田陣、五十嵐組屋、まあ、ゲームカウント2対1でこれは森園田添組が勝利を収めました。あの前回聞いてた展開が効かなかったっていう風にあのコメントを今してましたけど、やっぱりちょっとあんまり調子は良くないのかなと森園選手思ってたんですけど、やっぱりその分あの田添響選手がいいボール、大切なところでいいボールを何本も決めて、あ、そうですよね、やっぱりこうダブルスってどっちかがあのミスが出るときはやっぱり片方があのいいプレーして助ける、うんうん、やっぱりあのそういうのが大切なんだなと改めて感じました、
さあそして第2マッチは丹羽幸樹対曽根かけるは丹羽幸樹が3対2で勝ちましたが、ゲームカウント 0-2 で曽根リードからの逆転でした。やっぱり1ゲーム目、2ゲーム目は出足で長いサーブ使って足を止めて、丹羽選手に何もさせないまま一方的に曽根選手が攻めて得点を重ねていったんですけど、はい、3ゲーム目以降なんかサーブの配球とか、うん、ちょっと展開が急に悪くなったと思ったら丹羽選手がこう流れを変えた。変えましたね。はい、もうこれが見て分かるぐらいこんなに試合の流れって変わっちゃうんだっていうぐらい、はい、久しぶりに強い丹羽選手を見ました、はい、ガッツポーズもかっこよかったです。はい、はい、そして第3マッチは羽生試合と松平健太、こちらは羽生試合がゲームカウント3対1で勝利を収めました。羽生試合選手負けないですね。負けないですね。なんかこう強いっていうイメージよりも負けないっていう印象がすごく強いんですけど、やっぱりこう後半8オール9オールここのあたりでどういうサーブを出せば今日はいいのか、はい、どういうふうな相手がサーブを出してくるからレシーブを対応しようか、そういうこう準備ができているように思います。はい、はい、やっぱりこの元中国代表、うん、伊達じゃないですね。ね、そうですね、はい、松平選手もね、パパになったばっかりなのでちょっと勝ってほしかったんで、個人的には勝ってほしかったんですけど、はい、羽生試合選手やっぱり強かったですね。はい、羽生試合がゲームカウント3対1で、第3マッチは制するということになりました。まあ、このあたり、ね、松平もかなり健闘は見せていましたし、決して羽生試合一方的な流れではなかっただけに、うん、まあ、ただ羽生試合は負けないという感じですね、本当に。そうですね、はいはい、そして第4マッチ、森戸のマスター方相田聡のこのゲームは相田聡が今度は3対0で、ストレート勝ちという形になりました。もう彼のことをカットマンと思うのはやめましょう。はい、今のプレーの中でもカットは一つも出ていないというですね。はい、はい、もうレシーブチキータでガンガン狙ってますし、はい、はい、はい、やっぱりこのカットマンっていう思い込みが、はい、やっぱり相手にあるとやっぱりもう相田君のペースですよね。はい、でやっぱりサーブもすごく出す位置をフォアから出したりバックから出したりミドルから出したり、はい、はい、ロングサーブをもう素晴らしいラリーですね。はい、はい、本当にこうサーブ力っていうのが彼の強さの一つなので、はい、やっぱりこの対戦する相手はこのサーブ特にロングサーブをどういうふうに待とうか狙っていこうか、うん、そういうのがやっぱり重要になってくると思います。さあそれで今日のゲーム終わりまして、今日は男子のゲームはこのゲームだけです。順位表をご覧いただいておりますが、岡山リベッツが勝ち点3で24ポイントになりまして、これで逆転で3位という形になりました。明日は木下マイスター東京とのゲームと、岡山リベッツが明日と木下マイスター東京とのゲームという形になります。 TT 埼玉は4位に交代ということになりましたが、まあ、勝ち点4与えなかったというのはちょっとポイントになってくるかもしれません。そうですね、はいはい、さあ今後のスケジュールご紹介をしていきましょう。まず岡山リベッツ、明日は木下マイスター東京とここ福田公園体育館でのゲーム、その後11日が琉球アスティーダ戦、12日が木下マイスター東京戦、それから18日が TT 埼玉戦とアウェーが続きまして、22日水曜日が今度は、ホームでのゲームということになります。22日水曜日、ホーム津山のゲームですね、津山総合体育館で22日、それから23日も津山でのゲームということが予定されています。残り6試合の岡山リベッツです。一方 TT 埼玉ですけれども、ご覧のような日程でこの後11日に木下マイスター東京戦、それから12日が琉球アスティダ戦、その後18日の岡山リベッツ戦、これは和光でのゲームということに、なるかと思いますね。ごめんなさい、アイハイウチングアリーナ松本でのゲームということになります。それから琉球アスティーダのゲーム、その後久喜のゲーム、久喜でのゲームですね、それから26日は久喜で木下マイスター東京戦ということになっております。ご覧のようなスケジュールとなっております。
今日の岡山リベツと TT 埼玉のゲームはゲームカウントお待ちカウント3対1で、岡山リベツが勝利ということになりました。解説は橋文子さんでしたが、橋さんもロジマ T リーグ2月怒涛の戦いがこの後続いていきますけれども、1試合も見逃せないと言っていいでしょうね、これね。そうですね、木下もリユンジュ来ますからね。そうですからね、はい、まあこれからちょっと戦い非常に楽しみになってきますので、皆様ぜひ明日以降も野島 T リーグお楽しみいただきたいと思います。この試合の解説は野田学園卓球部総監督橋津文彦さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日は岸根正友でお送りしてまいりました岡山リベッツ勝利をお届けして、この辺で